皆さんこんにちは、白滝です。この動画ではサイファーロードを題材に宝石の塗り方についてお伝えしていこうと思います。簡単なレイヤーで自分好みの宝石が塗れるようになると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。ベースにアバドンブラック、レイヤーにバロールブラウン、デスクローブラウン、イエリーイエロー、ドーンイエロー、最後にホワイトスカーを少し使っております。まずはアバドンブラックで下地作りです。サーフェイサーで下地を作ってありますが、念のためアバドンブラックでもう一度黒の下地を作り直します。続いてレイヤーのバロールブラウンですが、まずはじめに1対1で水で薄めた状態で使います。アウトラインを作りたいので、濃い状態ではなく薄い状態で使います。筆に少し多めに取った状態で水滴が残らないようにさーっと引いてあげます。もし残ってしまったとしても、少しちょんとつけた状態で引いてあげれば水滴を吸ってくれるので、怖がらずに塗っていきましょう。万が一水滴が残ってしまった場合は、一度キッチンペーパーで筆の水分を拭き取ります。拭き取った筆で水滴のところに穂先をつけてあげると水分を吸ってくれるので、きれいに水分がなくなります。アウトラインが作り終わったので、今度はバロールブラウンと水を4対1の割合で薄めて使います。先ほどよりは濃い状態なので、ムラが出ないように穂先に気をつけましょう。濃い塗料を同じ場所でいじくってしまうと、すごくムラになりやすいので、もし間違ってしまったら一度乾燥させてからもう一度ペイントしましょう。続いてデスクローブラウンですが、この塗料も先ほどのバロールブラウンと同じような塗料の濃度で大丈夫です。先ほど引いたバロールブラウンよりも細い線を描くようにしてください。ここで太くしてしまったとしても大丈夫です。先ほど残ってるバロールブラウンでアウトラインをもう一度作り直せばいいからです。怖がらずにどんどんペイントしてください。次はイエリーイエローです。この色はデスクローブラウンよりもさらに細くしていきます。光が抜ける場所になりますので、太くなりすぎないように気をつけてください。左下の最後はドーンイエローを使います。この色は光が抜けていく点を描きたいので、もう水で薄める必要はありません。あまり多く取りすぎず、穂先をちょんちょんとつけていく感じで塗ってください。多く取ってしまいますと、点が太くなってしまいますので、光が大きくなりすぎてしまいます。穂先に注意です。何度も同じ場所を塗ってますが、少し濃いめに塗料を取っているので、すぐに穂先が乾燥してしまうんですね。なので、ちょっと取って、ちょっとつける。ちょっと取って、ちょっとつける。その繰り返しで、点を少しずつ濃くしていきます。左下が完成したので、今度は対になる光の侵入口を描いてあげます。同じ濃度でドーンイエローをちょっとずつ描いてください。黒に明るいレイヤーを入れていくので、焦らずゆっくりと乗せてください。ここで焦って一気に乗せてしまうと、全体のバランスが崩れてしまうので、慎重に丁寧なレイヤリングを心がけてください。最初の方は大胆な筆使いでいいんですけど、後半の細かいレイヤリングに関しては、丁寧な方が綺麗な色の乗せ方ができます。慣れてる人はバンバン乗せられると思うんですけど、初心者の方はなるべくゆっくりと乗せてあげると綺麗な色が出ますよ。最後に使うカラーはホワイトスカーです。光が一番強く入る部分に点で乗せてあげてください。これもドーンイエローと同じぐらいの濃度で大丈夫です。塗料に対して塗料が5、
水が1、もしくは塗料が6、水が1ぐらいの濃さで大丈夫です。ちょっとだけ光が弱かったので、左下のドーンイエローに対して少しホワイトスカーを重ねてあげてます。これで光の入ってくる場所、光が出ていく場所のレイヤリングは終わりました。最後にするのは淡く光る部分のレイヤリングです。光が右上から入って全部左下に抜けるわけではないので、少し中で乱反射して別の部分に抜けた色を足していきます。前回使ったバロールブラウンかもしくはデスクローブラウンを水で1対1に薄めた状態で自分の好きなところに乗せてください。すべての工程が終わりました。どうでしょう？光ってるように見えてますか？近場で塗ってると全体像がつかめないので、何回かに一度引きで見てあげると全体像がつかめてバランスが綺麗になりますよ。このような動画を今後もスローペースですが作っていきたいと思いますので、よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。